のだけど1月1日の時にはもうここに来れなくなるんじゃないかなと思って、ちょっとねかなり、うん、再開したって聞いた時は本当にもう最初びっくりしちゃって、本当今年中に再開できるなんて全然思ってなかったんで、ええ、いやだったらもう応援するためにも来なきゃならんなと思って、いい、今日お一人で来られたんですか？はい、うん、今日は一人で来ました。もう一人来る予定だったんだけど、はい、ちょっと天気の方が、うん、分かんなかったんで、はい、うん、大雨洪水でですよね、はい、はいはい、どにごりでした。なかなか天気が安定しませんね。あ、そうそう、よかったです あ、そうなんですね。かなり起伏があるんだ。そんなにブレード効くかもね。そういうとこだったら。ん？いや、違うな。あ、やっぱり食ってる。サイズはいまいちだけど。でも食い方は悪くない食い方だけどな。ありがとうございます。1年ぶりのキジハタが出ました。よいしょ。このサイズだとなんかうまく食わないと抜けちゃうよ。うん、ああいう最初僕が合わせたのって尻尾だけ超えてるような感じなんですかね。ああ、そんな感じかもしれない。よいしょ、抜けた。よいしょ、ありがとう。再開まで何ヶ月ぐらいかかっちゃったんですか？
4ヶ月で。ああやっぱりね。まあそうですよね、あの自宅とかいろいろやらなきゃならないこと先にいっぱいありますもんね。そうですね、もう結局自宅というかそのボランティアみたいな感じでその荷物を出すような仕事を、はい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 、ですよね。結局もう被災した荷物も家の中ガチャガチャなんで、うん、それを皆さんのうち、まあ、知り合いのうちからもうトラック横付けでもうみんなで、うん、私の会社のやつと嫁の会社の方と、はい、の従業員さんとかのうちの片付けとか、うん、とりあえずそこから始めて、で最初コーヒー買いたい、もう当初から言われてって、はい、でその時にあの家財道具一切全部出してくれって言われてたんですよ、畳の花から全部、はい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 、そうなんですよ。そしたらそれをトラックでもうピストン輸送で出さなくちゃいけなくて、それをやってたんですけど、何もつけない人からしたらね、それ。そうですね、でボランティア最初入ってこないじゃないですか、来れなかったんで、はいはいはい、なんで私ら、うんうんうん、でも私らもできる範囲が決まってしまうんで、トラック動かそうにもガソリン油がないし軽油がないし、そうですよね、うん、そりゃそうですよね、燃料なければ動き場用がなければいないですもんね、うん、当初震災食らって1週間ぐらいはもうだからガソリンも入ってこないんで、みんな今度はちょうど1月1日だったんで、はい、帰省して、あ、県から入ってきて人が、はい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 、そっかそっか、避難所にいたんですけども、うん、帰んなくちゃいけないじゃないですか、はい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 、はい、道ボロボロでも帰んなくちゃいけないんですけど、車のガソリンがないんで、はいはい、もう仕方ないんでみんなの船からかき集めて、なるほどね、そうですね、もう船外機のとこからもうかき集めて、はい、みんなに配って、よーし乗った、いやでも、うん、魚はいるいる。あ、そちらもヒット、ダブルヒットだ。お、これガッシーか。あ、ガッシー、でっかいガッシーだ。ガッシー。ちょっと写真撮らせてくれ。あ、いいですか。うん。なかなか恥ずかしいな。ちょっとでかくでした。よいしょ。はい、ありがとう。お、なんか、あ、やっぱりベイトが小魚ですね。食ってますわ。うわ、いけない。よいしょ、よいしょ。カサゴ、でっかいカサゴだ。こんなのいるんだな、まだまだ。よいしょ。これ何なんですかね。え、なんだろうね。口から今出しましたもん。はいはいはい。ちっちゃい小魚。よいしょ。よいしょ、
最初から好調だぞ、なかなか。うん、本当すげっすわ。実際起きてもっていうか、すぐに救援来るんすよ。この国ってなんて言うんでしょう、あのもう災害多すぎて、それにめげてたらどうにもならないって感じになってきましたね最近。遅い遅いって言われるけど、はいはいはい、すげえなと思いますわ。ようこんなとこ来たなっていう。いや本当ね、そこ来たら里山街道ダメだったら、うん、行きようがないですもんね本当に。なんかね、船で来れないでしょ。そうなんですよね。それがやっぱ前列だったんで、船で来れないんで、ホバークラフトですもんね。ああ、そこそこそこ。あ、そうなんだね。へえ。スーツホバークラフト来て、ホバークラフトで取材を送って。なんかね、マスコミはなんか悪いことばっかり叩くもんで、なんとなくマイナスのイメージついちゃうんですけど、頑張ってる人は本当に頑張ってくれてますよね。すごいっすよ。だって担いでくるんですよ。あの雪の日とかもそうなんですけど。ですよね。この一番なんか雪の深い時期を超えて頑張ってくれたんですもんね。輪島の孤立集落とかも全部あれですもん。歩いてくるんですよ、すごいです。毎日毎日ですよ。いやそれならもう集団移転しようよって。そういうあれなんですか、あの番組によって見たなぜですか。いやもう逆に田舎なんで、自分の土地離れたがらないんです。そうそう、あ、そう、ね、一人でもいたら、うんうん、そこに自衛隊が来てくれるんですよ。ああそうなんだね。その人を見殺しにできない。はい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 、はい、一人でもそこに残るって言われたら、毎日そこの人のために救援物資を持ってきてくれるんですよ。で安否確認に来なくちゃいけない。いやや、っぱ、うん、日本の自衛隊すごいっすね。絶対せんなと思いながら、うん、なんかそういうのあるとなんか本当あれだなって思いますね。あの頑張ってくれてんだなって、すっげーなーって、日本ってすげーって思って、うん、俺ら被災者側からしてもなんかだん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 贅沢になってきて、あれも足らないこれも足らないって言うんですけど、はいはい、いやそんなただでくれとるやん。何を言うとるの君たち。よしまた。いやこれココンコンコンとか来たら、もうぐっとしっかり食うまでは合わせないんですか。乗る感覚があるまでは、はい、合わせないって感じですね。よいしょ、今日はまだ小ぶりだけど、でも嬉しい。この釣り方がね、ちゃんとハマってくれるのが嬉しいです。一応回収で。おお、うわ、はい、魚取れましたよ。おお、でそのランクって何センチなんですか。俺74かな。じゃあこれで、あっ、はい、これ写真いいですか。ごめんください、俺の骨大好きなんです。あー、これ終わった。マジか、この野郎。あれだ、まだ80センチは来た時ないですね。ここじゃあ、ここなんか始まる、釣ってください。始まる。始まる。ゲストも始まる。調理方法が難しいんだけれど、美味しいんだよね、魚自体は。超高級、かまぼこ材料の感じね。昔博多のお店で、はい、うん、エソ料理を何種類か食べたことあるんですけど、料理、うん、っていうかいろんな魚の料理があるんですけど、結構ね、なんていうのかな、雑魚と呼ばれてるような魚のやつが結構多いんですよ。でシューマイとか、なんかエソの、うん、シューマイはそうっすね、うん、うまかったっす、すげえうまかったっす、うん、
手間はかかるって言ってましたけど。面倒くさかったな、もうフードプロセッサーで、うん、昔なんか釣り鉢しかなかった時代はもう吸って吸った中からこう、はいはいはい、小骨を取ってたっていう、けど最近 YouTube でなんか包丁の裏で叩いて、包丁の裏ですか、はい、裏というか横、はいはい、横でバーンと叩いて、それ取れ潰れるんですか、あ、そっか、身だけほぐしちゃうわけか、なるほどなるほど、そういうことか、そういうことか、はい、すごいな、なんですけど、俺もやってみたんですよ、うん、もう30センチぐらいまでならできるんですよ、このはい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 、はい、でかいやつ無理でパッと持ってこない、はっもう取れないです、叩いても平気なんですよ、やばいっす、やつら、よし、あーばれ、乗ってるか、乗ってるな、これ連発だ、あれガッシーでっか、でっか、びっくりした、よいしょ、あーね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うわー、よいしょ、ナイス、ちょっと待ってな、よいしょ、よいしょ、こんな感じかな、はい、どうも、よし、ありがとう、よいしょ、おー、ナイス、よし、あー、これも、あー、乗ったか、乗ったな、これはいいんじゃないか、これはいいんじゃないか、重量感が、重量感が全然すれがかりでなければ、まだ見えない、来ました来ました、これはいいんじゃないか、40はいってないかな、うん、綺麗、すごい太鼓がいいですね、あの怒り虫がついてないからすげえ綺麗だ、おー、いいサイズ、立派、やった、はい、どうも、いやいやいや、サイズアップ37、8、7かな、8かな、すごい、よいしょ、はい、はい、いいですね
ありがとう。よいしょ。あれ、どう、大丈夫か。よしよし、大丈夫だ。そのサイズになってバス持ちがかさまになりました。そうそうそう。いやーなんか、うん、キジハタツリーとか、はい、はあのジングで吊らせるときって、ええ、ポイントポイントにこうつけながら真下に落とす。はい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 、はい、そうですよね。ピンポイントでピンポイントで落として吊るんですけど、はい、よいしょー。キジハタさんのガムツリーしてたらむしろ取れ、それだと取りきれないですよ、あの、うん、いい魚が。おお、これもいいぞ。上手な人なら、いやいや、投げて巻くだけだもん、関係ないっすよ。それは、横に一般人の僕がいい体験。投げて巻くだけなんですけどね。油使ってずっと はい、ありがとうございます。ナイスよいしょ。いつも結構苦労して釣らせましたよ。ありがとう。あ、ちょっとダメか。あ、大丈夫ですね。帰ってきますね。いいとこ連れてってもらってますよ、はい。それにしてもおかしい。地球さん見てこんだけ釣れりゃ面白いよなと思う。面白いなと思う。キャスティングってやっぱ面白いですよね。面白い面白い。正直あの平らばとかインチクで落として釣るやつってなんかやっぱ船長さんに釣らせてもらうよと。ワンヒットじゃないかも。だから自分で釣っとるって感覚はこの釣りにはあるんだろう。ルアーフィッシングって感じ。あ、やっぱりでかいのから出るんだな。だんだんサイズがやっぱ下がってく。あ、やっぱり一番最初の1投目がいいのきますもん。やっぱ遊泳能力あるんですかね。うん、一番ポイントのいいやつとこについてるからでしょうけどね。ほら、こんなサイズで小さかった。やっぱりそういうやつが大きくなるんですよね。はいはい。よいしょ。俺の番だと思って来たら、なんだよこれみたいな感じで。よいしょ。はい、ありがとう。よいしょ。なんか。地球さんの説明で、こう、ね、猫じゃらしみたいな感じっていうような。はいはいはい。あれめちゃくちゃ俺。わかりやすくて、うんうん、あ、そうかってなりましたわ。あんなこと今まで考えたことなかったですね。まあでも陸上生物もね、海の生物も基本的な性質は変わんないっすやっぱり、うん、群れで狩りするやつと単独で狩りするやつとで、はい、大体その性質は似てる。ほら乗った。今のはもう着点の時に当たったのが分かったんで。ずっと追っかけてきたんだなっていう。おおおおおおお。これはこれはいいな。同じくらいかな、30、あ、38、もうちょっとあるかもしれない、もしかすると。
よいしょ。綺麗ですね。綺麗ですね。お、待ってください。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっとこっち側でもいいですか。こっち側行きます。あれ。はい、どうも。いいね。よいしょ。やっぱり38ぐらいか。よいしょ。うわー、でっかいの入った。これは何のあれですか。あれ、ベラ、ベラか、これ。ベラですね。なんか模様が、ほんとや、模様残ってる。ベラっぽいですね。よいしょ。ごめんな、ご飯はじけ出せちゃってありがとう。よし。うわ、笑いが止まらないぜ。なんなんだ、すごいな。うわ、相変わらずすごいポテンシャルだな、ここ。今年はそれに地震でお客さんがあんまり、まあそれもありますよね、きっとね。釣れてないのも多分、はい、魚が超えとるってやつですか。そうですね。こいつらはインフラの復旧待つ必要もないですからね。お、ガッシー、ガッシーで、いやー、でかいガッシーだ。ありがとうございます。いや、しかし本当に去年同様ですけど、マジで地球さんはでかいの来て森には放っとこないですね。すごい、これは。何か秘密はあるんですかね。何なんですかね、巻きスピードの差なんですかね。いや、あれですよ、光もついてるからチャラいやつが来るんですよ。あのおじさんは来ないの。なるほどね、うん、若い子ばっかり、 若い子ばっかり、あの、あ、脂っこくて食いたくないってことですか。こんな脂っこいもん食えるかいっつって。みんなチャラチャラしたもんつけられんだよとか。ただね、薪の釣りに関して言えば、飛距離はできるだけ出した方がいいんだよ。あの、とにかく見せなきゃダメなんで、はい、そうすると、あの、あえて飛距離が出なくなるようなものは落とした方がいい場合もある。うん、むしろ、なんていうのかな、あの、根回りとかやるときは、あの、アピールでは強い方がいいんだよね。はい、最初のホールスピードって関係あるんですか。ね、関係ありますけれど、遅い方がいいのか、速い方がいいのかっていうのはまた別なんですよね。そうなんです。うん。逆に多分、つけてる分遅くなりますよね。そうです、そうです。はい。やっぱこう根が複雑なところだと、一瞬見えただけでその向こうが、え、あの、エボの判断しなきゃなんないから、そういう時はやっぱりアピール強い方が効くんですよね、根の複雑なところとか。こういうところってじっくり見れるんで、じっくり見れると、要はその見せる時間が長い方が強かったりします。よいしょ。で、長い時間引くやつって、この足元まで来て急に上がる角度が変わった時とかに急いで食ってきたりとかって、そういうことが多かったりするんですよね。それってずっとやっぱ見て追っかけてきてくるんで、さっきのパターンですよね。そうそうそう、そこら辺ので釣れるっていう、うん、見て見て逃げられるってやつ。そうそうそう、急激にレンジが変わってっていう、ええ、でストーンと落ちた時に食ってくるのもそのパターンに近い感じですよね。よっと、しかもそう10回転ぐらいなんですよね、うん、もう当たってるのが。おお、遊泳力、いや、要は見せるのが、あの、見せなきゃならないタイプの魚っていうのは巻き時間も長くないとダメなんですよね。
いや、人の意見に左右されずにこう自我を通すのも重要だよ。今俺ここのスナップに手をかけた瞬間にあってことけど。あ、こいつは大したことはない。元気なだけだ。元気元気。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。すい、なんかこのサイズが大したことないと言っちゃってるものあたりか、もう贅沢。春先みんなもう本当にマグロで狂ってますからね。春先僕はキハダですか？クロマグロ？クロマグロ。はあ。漁獲制限です。あんまり詳しく知らないですけど、釣れたら報告するんですか？はい。30キロ未満は放流ですね。キャッチ&リリース。30キロ以上が1人。よし。ナイスです。よーっと、これもカサゴかな？おお、おお、もしかしてカサゴって言われて怒った？暴れだしたぞ急に。あ、ちょっとサイズアップ。よいしょ、サイズはナイスです。サイズアップ。よいしょ。まあでも去年みたいな40オーバーをガンガン上げたいな。40は。よいしょ。34かなぐらいかな。はい、どうも。ちょっと。あ、やっぱりちっちゃい小魚。でも片口かなこれ。片口ですね。うん。よいしょ、ありがとう。お、青だ。ナイス。あ、青旗ね。はい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 。それも久しぶりだな。本当ですね。はあ、なんかすげえ幸せ。じゃあ、よかった。もう出られてもなんかこう大荒れなんじゃないかなみたいな。そうなんです。俺が心配で、釣りになるのかなと思いながら。でも大体地球さん来るとき意外とナギなんです。来れればですよね。ね、いやー、こっち来るとなんて言うんだろう。周りに船もほとんどいないし、すごいっすよね。なんかこう。あ、うん、そうか。関東とかならもういっぱいです。いっぱいです。いっぱいです。船だらけ。隣の船のあのルアーが絡むなんてない。タチウオなんかそんな感じですよ。すごいすごい。他の船の仕掛けと絡んじゃうみたいな。そもそもこっちでこういうキャスティングで目魚狙わないですもんね。地球さん。いや、そうです。だってほっとんどみんな、なんかインチクとかタイラバとか。そうですね。俺ら最初にだからやってたのはもうそれですね。はい。ジングと、あとはもう落とし込み、アジの落とし込み。いや、でもやっぱ私は思うに、ここは絶対キャスティング向けの地形なんですよ。砂地と根と混じって、だいたいイカが釣れる、よく釣れる場所っていうのはキャスティング向けなんです。あの大門旗なんかもこういう地形が大好きなんで。おまけにあれですもんね、こうなだ、あの穏やかになるとこう本当にフラットっていうか湖みたいになるし、うん、釣りやすいし。さあ、宇宙ですね。宇宙。もうね、琵琶湖よりも穏やかって言われた。そうですよね。そんな感じですよね。琵琶湖まだ波あるよって言われた。うん、もうなんとか道路も開通したし、せっかくだからもうみんなに遊びに来てもらって、ガンガンお金落としてもらわないとあれですよ。本当ですね。うん、今実はその震災のやつで、はい、一隻船をもう一隻持っていこうと思って。あ、そうなんですか。古いんですけど、その、うんうん、結局出られなくなった船が余ってる。ああ、
あの港からもう出られなくなっちゃったみたいな、あ、開かっちゃって隆起しちゃって、あ、やっぱりね、あんな海藻とかって単純に漁業の町じゃないですか。はい、ここの道は断たれてますね。断たれてますね。で、港の再建って今言われてるんですけど、200メーター前出て、うん、沖合に200メーター出て港をもう一回再建するっていうのがまず不可能らしくて、あ、でそれを復興するまでに多分10年ぐらい港を再建するために8年から10年って言われたから、もう後継者が言えない、みんな言っちゃって70代の人らが今主流じゃないですか、はいはい、60代70代の漁業の人らでやっているのに、その人らはまあ無理でしょうって。なので多分港町としてはもう成り立たない。なるほどね。漁業以外の仕事ないっす、ね、ないですね。だから今みんなもうアルバイトですね。輪島の人らもアルバイトで暮らしてるって、うん、土木のアルバイトばっかりと、あと解体の廃材の仕分けとか、はいはいはい、はい、工期解体のやつの仕分けとか。でもあれなんで2年間で終わりなんで、建築との土木はバブルですけど、もう最悪ですよね。嫌なバブルですね。嫌なバブル、解体バブルと建築バブル、もう資材がないんで頭がない。毎月毎月資材が高騰するし、見積もり出しても合わんし、期限も止まっちゃいますね。20分ぐらいなんですか。もう上がったらもう口頭、書くんですけど、書くのにもう日付書いてないんですよ。もうあの、ああ、資材高騰のため値上がりの時にはもうあの再見積もりっていうの、ああ、はい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 、もうダメならっていうので、もうそれしかもう無理。落としてからの巻き上げ直後で食ってくること多いな。なんかでもさっきの見とったらもう近くじゃないですか。結構近くです、この足元まで。寄ってくるんですかね、もう追いかけて。わかんないっすね。よいしょ。なんかヒットゾーンはすぐそこですよ。そうそうそうです。追っかけてきて逃げる角度が急になったから急いで食ってきたみたいな感じかもしれないです。はい。ありがとう。よいしょ。聞いたらビビりますよ。え普通採石って、はい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 、何百円じゃないですか、一粒米、うんうんうん、スーツの採石1万円ですよ。マジか、すごくないですか、すごいバブルだ。一粒米1万ですよ。よし、今日みんな買っとるけど、そうですね、もう買うしかないんだっていうか、もう役所が買い上げするんですよ。あ、そうなんかすげえぞ。釣れる釣れる。ワンキャストワンヒットじゃないか。覚えてないですけどね。潮止まりですもんね。よいしょ。まあサイズはちょっとあれだけど。いつもの巻いて止めて巻いて止めてです。うん。何グラム使ってます今。21です。もうちょい重い方がいいかもしれない。そうなんですか。うん、今28使ってる。ええー。あ、でも。あれでしたっけ、ワームのサイズはちょっと小さい方で、うん、俺今スワシャの 4.8 の方を使って、はい、でかい方を使ってるんですよね。なんかベイトあんな小さいのにそんなでかいのに本当に。マッチザベイトって畑とかはあんまり合わないこと多いですよ。活性が高いとむしろでかいのを食ってくるみたいなところあります。やっぱ効率いいの食べるんですよね。うん、待ち伏せ型の魚なんで結構そういう感じはありますよ。なんていうのかな、追っかけ型の魚って今追っかけてるサイズに結構シビアな顔とは多いんですけど、待ち伏せ型のやつっていうのはむしろなんていうのか、そこら辺はできるだけ大きいのを取るみたいな感じのところありますよね。
よっしゃあ、ありがとうございます。すげえ、上手に出しますね。いやすげえ、漁場に入ったやつも取れるんですね。こいつらは大体出てきます。あ、そうなんだ。うん。ただ、それをこっち側がテンションかけたとき察知されるとまた入られちゃうんで、一気にその時に抜いたと思った時に一気にテンションかけて抜き替えませないと。よっしゃ、よっしゃ、上がった。取れた。根が見えてるやっとね、暴れるんですよ。ああ、なるほど。入ろうとして。はい、ありがとうございます。はい、どうも。まあまあですね。ツーショット、記念のツーショット。よし、ありがとうございます。どうもです。ちょ、ありがとう。ここら辺はまだ宿とかは再開してない感じなんですか？いや、もう工事関係で全部埋まってます。ああ、なるほどなるほど、はい、なるほどね、そういうことか。空いてるアパートも全部借りられて、ね、ああ、ね、そういうことね。1年契約ぐらいで借りてるとこまで。そういうところでもあれなんだな、経済は一応回ってはいるんですね。そうですね。で、県外に業者さんは、はい、国から宿泊費と宿費と出るんで。なるほどなるほど。別個に金沢の業者さんは出るんですか？いや、民間やからそんな話は聞いてないですけどね、僕らは。あ、民間も出るっていうことですか？はい、まあ、僕らあの元請けなんですけど、その下に何社か入っとるんで、あ、末端ではどういう話になってるかちょっと分かんないですけどね。申請すればなんか、はい、もう1日日当あたりで1万ほど上乗せできる。価格なんかもう合ってない。大工さんなんてもう筋なんか10万くれても嫌やっていう。1日の日当10万くれても嫌やっていう。どんなとこっていう話。確かに泊まるとこないんで、うん、3時間かけて来て4時間仕事してまた3時間かけて帰って、また次の日来るってなって、もう一回来たらもう嫌だっていう。なるほどね。浄化槽ダメになってるのもあるじゃないですか。浄化槽、はい。いや、あれが辛いんですよね。ああ、確かにそうだよね。今下水が使えなくなっちゃう。無償してくれました、うん、え、無償、はい、どういうあれでですか？え、国からの補助金で。こんなんあるんですか？はい、民間やからなんですかね。僕ら商業施設入ったらそんな話なかった。商業はないんですよ、民間だけっすわ。おー、そうなんですよ。民間の自宅は、あの浄化槽壊れてるとこは浄化槽もう新しいのにサラピンに全額負担手出しました。ありがたいですね。ありがたいですね。とはいえ順番待ちも長いんでしょうね。順番待ちもすごいですね。でもうち早かったですね、この間もう終わってましたね。へー。けど新規で入れたい人いるんですけど、新規で入れる人が12月、今一番こないだでも1ヶ月ほど前に申し込んで12月って言われたんで、あ、もうそれも多分少しずつ狂ってくるんで、はい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 、1月ぐらいかなっていう話で、あ、予定としては12月なんですけど、結局水道もダメで、うんうん、浄化槽だけ入れてもっていう話。はい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 。浄化槽吸えるときに水も入れられない状態で、
よし。こいつも角度変わった瞬間降ってきたな。よいしょ。ちょっとサイズが下がっちゃった。能登の経済なんて知れてるじゃないですか。規模的にはそうですよね、経済なんか回したところで税金の収入って能登全体で、じゃあどのぐらいっていう話じゃないですか。それを担うとなったら多分東京大阪とか大都市の若い人たち、まあ税金で納めてる人たちの負担になるんで、とんでもない額ですよね。そう考えたらもうインフラちょっと末端はいいよって。経済回っとるって言ってもその復興直すために回っとるんであって、直し終わった後にまた回るかって言ったら、いや無理でしょ、ね、だって戻ってくる気配がもうないんで、でもう過疎なんで、まあそうですよね。よし、お、過疎なんでもう人口のことを考えたら、復興終わった復旧復興終わった後にじゃあどのぐらい人数残るのっていう、多分本当に半分いかっすよね。おお、しゅ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 、暴れてる暴れてる。ありがとうございます。ふう、再開発？再開発みたいなのにしてしまえばまだ、結局のところだからあれなんですよね、土地の持ち主云々のやつがめんどくさいんですよね、そうなると法律のね。そうなんでしょうけど、そんなに知れてるんで。そうですね。よ、あー抜けたか、また抜けた。将来若い子たちのこと考えたら、働き口作ってやるんなら、はいはいはい、農業と漁業とか。よし、乗った。こいつはしつこく追っかけてきたけど、その分小さかったな。やっぱりだいたいこういう風なしつこいやつってちっちゃいんですよ。よいしょ、ナイスです、はい。こんだけ大きい地震が出たら、なんかしばらくは逆にもう大きい地震 ないんじゃないかっていう気もしますしね。余震はあるけど残ってるっていうん で、うん、で鈴はもう3連チャン来てるんで。あ、そうか。そうなんですよ、もう今3回目なんですよ、輪島で2回食らってるんで。あ、鈴の私の友達はもう2回家直して3回目なんで、もうもうダメだって、もう借金抱えてそのまま行きました。それは心が折れますね、さすがに。本当に折れてました。それもですよ、11月だったかな、11月にリフォームして、建てです。はぁ、仕方ってない。その話めちゃくちゃ聞きますよね。はい、6月に地震あって、去年一昨年にあったじゃないですか、あれで順番待ちで誰かいなくて、順番待ちでやっと自分の家ができて、はい、正月できるって入ったらこれです。いや、本当それマジで僕も近所の人が来ましたわ。やっぱりやっと自分家で風呂入れるようになったって、はい、親戚呼んで祝っとる最中にああなったって、もう無理やつって。いや、だからね、あの東日本の頃から、はい、なんかね、なんて言うんだろう、持ち家って怖くてダメだなと思って、なんか、ね、どこで地震起こるか全然分かんないんだもん。安全なとこないじゃんっていう。そうなんです、もうで能登地震あったじゃないですか、あれからもう全国にあったじゃないですか、はい、で次千葉に起こるとか、ここんとこね、千葉でずっと起きてますからね、地震が。に起こるとか、いや、大したことないです。あのもうね、一度じゃれついてきたんで、あ、これはあれだなと思ってあえて食わせたけど、すごい、よいしょ、ありがとう、よいしょ。直した人がかわいそうで、
すごいっすよね。やった50本。え、アジより釣れるのみたいな感じになってきます。本当ですよね。だって一刀一撃です。なんかもう出荷できそうですよ。ドアからこういうのができる場所があります。ドアから、去年ね、それから同じようにいろいろやってたんですけど全然ドアでした。ドアから気づいた。逆にそこまで浅いところまでは来ないのかな。この時期になると、ね、浅いところがお湯みたいになっちゃうんで、うん、そうだよね。ディープゾーンって意外とちょっと深めの堤防ぐらいな方がいい。これはやっぱりあれだね、角度変わった時に来たやつだね。水深が浅いから結構いけるよ、ここは。ちょっと動いた方がいいかな。はい。多分同じところの魚を叩いてるような気がする。流れなくて。にしても10匹以上。